大渋滞。はい、おはようございます。レイです。朝から元気に行きたいと思います。今僕はですね、中央道を走ってます。八王子インターの手前かな。工事渋滞ですね。ということで、福知家の車窓から今日は一人でお届けしたいと思います。車でね、移動する時間が我が家多いもので、車の中で奥さんアッキーと、バイク好きあるあるみたいなね、話をしながら移動時間をね、潰したり、こういう渋滞の時に時間潰したりしてたんですけど、今日はですね、あの新しいバイクですよ、ホンダの CBR250RR の、プレス試乗会にご招待いただいて、でその原稿を元ナビに原稿を書くんですけども、今ですね、渋滞が起こってますね。僕がどこに行ってるかと言いますと、山梨県だったかな、リゾナーレ八ヶ岳っていう星野リゾート系のホテルがあるんですね。そこが発表会の会場になっているんですけども、東京からだと大体僕の家が200キロぐらいね、あるんですよ。200キロ行って試乗会でバイク乗るって結構タフなんですけど、まあまあそんなこと言ってもね、例えば、東京からツインリンクモテギは近いけど、例えばシドキ行ってモトクロス遊びするとか、じゃあ鈴鹿行って走るとか、なんかね、岡山とかね、そういうとこ行こうと思うともう全然距離感変わってきちゃうけど、まあまあ八ヶ岳ぐらいなら頑張れるんじゃないかな。でね、 CBR250RR 期待してる人むちゃくちゃ多いんじゃないですかね。僕もね、楽しみにしていて、一瞬ね、買おうかなって悩んだんだけど、僕はその250のレースに出たくて R25 を買って、で速攻でレーサー化してすぐサーキット持ち込んでガンガン走ったんですけど、その年はですね、まだ CBR250R 短気筒の方ね、とあと忍者250がいて、その2台がライバルだったんですけど、これからはね、 CBR250RR 2気筒になったよね。あと GSX の250もいるし、250っていうカテゴリーがね、ますます盛り上がるっていうのはもう目に見えてることなんですけど、僕が R25 買った時はもう先行してね、噂がすごかったの。もう絶対一番速いいいバイクだろうって言って、だから勝負しようと思うと、一番速いバイク乗ったらさ、やっぱ楽だからさ、一番速いのが欲しかったんだよね。もともとヤマハ党で、僕はヤマハが好きで、ヤマハ車を乗り継いでる時間がすごく人生の中で多いんですけど、別にヤマハだから R25 が欲しかったわけじゃなくて、250っていうカテゴリーで R25 が一番新しかったからっていう理由で買ったんですね。でこれがね、僕はツインリングモテギで行われているモテタイっていう、耐久レースに仲間と出るのが楽しくて、でこれね、耐久レース何が面白いってね、一人で走るわけじゃなくて、仲間とかね、先輩とかと一緒に走るから、で僕はたまたま D-REX っていうショップにいて、そこでね、チームを組んで、だから国際ライセンスのね、国際 A 級の先輩とかと一緒に走れるんですよ。でしかも同じバイクで走れるの。だからその先輩たちがそのセッティングを出してくれるのもすごく助かるし、そのセッティングをしていく過程でバイクの作り方をね、教えてもらえたんですよ。じゃあフロントをこうすると、ちょっと乗ってみんって、どうなった、何を感じたって言って、あ、自分はこう思って、こうこう、あ、そうそうそうなるんだよ、じゃあ今度はこうしてみようかっていうのを一つ一つ教えてもらえて、それでそのバイクのセッティングの出し方というか、やり方っていうのかなっていうのをほんのり僕は教わったんですけど、でいざ持ってき走ってみると、僕が去年 R25 で走って、ベストいくつだっけな、2分24秒とかだったかな。だから予選通過から1秒ぐらいしか余裕がないぐらいで、結構レベル高くて、本当に毎年ヒー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 言うんですけど、で同じバイクで先輩は18秒19秒とかで走るんですよね。全く同じバイクですよ。でただモテギってストレートが長いから、もうね、パワーがものを言うんだよね。あの馬力が上がったらもうタイムに直結する。これが筑波サーキットみたいな狭いとこだと、馬力一つだけじゃなくて、その乗れるか乗れないか、テクニックなところがすごく左右するんだけど、モテギともなると、もうね、パワーとかエンジンの回り方とか、あとね、ピークパワーだけ出ててもタイムに繋がらないんですね。面白いですね。で中間でね、例えばマフラーを何本かテストしてみたんだけど、ピークパワー同じでも中間でね、 1.5 馬力ぐらい変わっちゃったことがあってね、そしたらタイムがなんかドカンと変わって、
だからなんか生々しい言い方しちゃうと、タイムってお金で買うものだから、いいパーツをちゃんと使って、ちゃんとエンジンのメンテナンスをして、だからオーバーホールもねしてお金かけてるし、あといいタイヤを選んで、いいタイヤがなんかなくなってくるとね、やっぱグリップしないから危ないから、まめにいいタイヤを新品でガンガン投入して走るっていうのが、まあサーキット遊びの贅沢なねところだけど、だから楽しいんだけどね、本当遠慮なく我慢せずに走り込めるってところがサーキット楽しくて、で長い前置きですけど、そんなわけで CBR250RR がね登場したわけですよ。で R25 で50万円ちょっとでしょ、55万円ぐらいで、 CBR250RR で70万円ぐらいするんでしたっけ、20万ぐらい高いんですよね。で250のバイクで70万ってそもそも高すぎじゃねえかっていう議論がまず最初に起こったんですよね。で僕としては構わない、なんせ国産の高級車が僕好きなんですよ。なんか高級車っていうとどうしても BM ドゥカティとかね、そういう派手なバイクばっかりの時代が長かったけども、今や例えば R1M なんて300万円するし、でホンダの新しい CBR1000RR SP とか SP2 とかね、川崎の ZX10RR とか、鈴木の GSX-R1000R とかね、そういうなんかレースに直結するモデルが200何十万円で売ってるから、やっとね日本のメーカーが本気で作ったバイクっていうのを買えるようになったんだよね。だから250もなんかそういうトレンドが来てんのかなっていう感じはして、でいざこの250っていうマーケットができた時に、もともと CBR250R はあったんだけど、それ自体ではマーケット爆発はしなくて、その後忍者250でね、すごく流行ってね、僕35歳ですけど、20歳ぐらいの若いライダーたちが一気に増えて、すごいなんか二輪業界的にもいい兆しというかね、若いライダーが増えるのはすごくいいことでさ、だって今新車購入平均年齢50歳ぐらいだから、10年経つとそれがそのまま60になっちゃいました、じゃあまずいじゃん。俺らね若い世代が新しいバイクを買っていかないと二輪メーカー潰れちゃったりするからさ、だから今なんか二輪メーカー様様というよりかは、なんか俺らがね二輪メーカーを支えていくぐらいの感じだから、だから一緒に歩いていく共闘路線というかね、二輪三脚でやっていかなきゃいけない時代なのかもしれないけど、そこでなんか50万円のバイクを買うってさ、俺20歳の時30万円のバイク最初買って、そこから50万のバイク60万8万とかちょっとずつ値段上げていったけど、まあ、しんどかったよね、バイトしながらお金貯めて。そこで最初に買えるバイク、買うべきバイクが50万円なのが、いきなりね、お R1 がいた、かっこいいかっこいい、反対車線 R1 いた、ブルーの R1 にゴールドのホイールがしてたね、かっこいいですね。50万のバイクが250のね、50万のバイクが70万に上がるって、まあ辛いよね。20歳の若い子たちが学生さんには辛いとは思うけど、でもそこであと20万贅沢すれば速いバイクが買えるっていう、その可能性があること自体がねすごくありがたいことだと思うんですよね。じゃあいざ R25 か CBR250RR かって悩むときに、まあ一つその速さで比べるのであれば、モテギのタイムを僕とか僕の仲間はね、まあ、そのモテたいっていうレースに出たいから一つ基準にしていて、どうやらモテたいのね R25 の ST だから改造範囲が狭いクラスのタイムがだいたい16秒とか17秒とかなんですね。でノーマルの CBR250RR がそれぐらい出てるとか、それ以上速いタイム出ちゃってるっていうのをね、モテギに通ってる仲間から聞いて、いややっぱねホンダすごいよ、後出しじゃんけんでちゃんと勝てるものを出してくる、強いもの、いいもの、商品力の備わってるものを出してくるところがねいいよね。こうやってねメーカー間の競争が起きてさ、バイクって良くなっていくから、だからどっかのメーカーの一車種がそのカテゴリーとか流行りを作って、その1台しかいないっていうのは良くないんだよね。それ以上広がらないからさ、でライバルもいなければそのメーカーもあぐらかいちゃって、まあもういっかみたいな、マイナーチェンジも別にモデルチェンジもいっかってなっちゃうから、だからライバルがいて切磋琢磨が起こって、そのカテゴリーも盛り上がるし、バイク単体も良くなっていくし、だからいいよね。 CBR250RR 70何万で R25 より速いんでしょ、いいじゃない、いいことだよ、すごくね僕は楽しみにしてますよ。ただ僕はねどれだけ250が良くても買わないです。なぜも R25 を持ってるし、 R25 にお金使っちゃってるから、今更 R25 を手放して CBR にまた乗り換えようと思うと、またなんだサスペンションとか買わなきゃいけないし、ブレーキ周りも買わなきゃいけないし、マフラーも買わなきゃいけないし、外装のレースカールも買わなきゃいけないし、またそれ数十万かかっちゃうから、僕はもう250のバイクは
今乗ってる R25 がもう本当に壊れすぎて直らなくなるまで乗りますよ。だから買わない人がね CBR250RR を語るのもねすごい失礼な話だとは思うんですけど、まあ仕事柄評価テストして、インプレッションをね原稿を書いて雑誌に寄稿するっていう仕事をしてますのでご勘弁ください。だから CBR250RR 買う人幸せもんだと思いますよ。今のマーケットでさ一番速い250はさ間違いなく CBR のはずだからね。だからそこで速いとか速くないとかは正直ね本当に買うときには結構僕は気にしなくていいところだと思うんですよ。だからレースで使いたいとなると一番速いのが一番正しいんだけど、趣味でバイク遊びするときにさ正しい正しくないって邪魔な価値観だからさ、乗ったときになんかそのバイクと自分の性格がね乗りが合うとか感覚が合うっていう方が大事でさ、だからハンドリングが好きじゃないバイク乗ったってしょうがないし、エンジンの鼓動とかフィールが好みじゃないバイク乗ったってしょうがないし、なんとなくその流行りに負けて好みじゃないけど流行ってると聞いてそのバイクを買うと失敗しがちだよね。まあそんな買い方することもないけど、仲間がねみんなその車種乗ってるとなんか自分もそこに乗らなきゃって思って同じバイク買っちゃうこともあるからさ、仲間がいた方が楽しいのは間違いないんだけど、自分が一番好きなバイク乗るのがもちろん正解で、でそこでなんかたまにね、まあ、今回その YZF-R6 の超キンプレしてるってこともあって、これで長距離ツーリング行きたいんですけど長距離ツーリングの性能どうですかとか、荷物をくくりつけたいんですけどどうですかって質問をいろんな SNS でコメントいただいたりメッセージいただいたりするんですけど、まあ、向き不向きで言っちゃえばスーパースポーツツーリングに向いてないからさ、いまいちだよねそこだけで切り取っちゃうと。だけど好きなバイクでやることに意義があるから、そこで行ける行けないで言えば行けないバイクはないからさ、ツーリングできないバイクはないから、そこで不便なところを工夫するのが楽しいじゃん。ツアーラーの人たちでパニアケースついてる人と一緒に走りに行くときに、じゃあ僕のスーパースポーツだったらどうやってね荷物をマウントしようかなとかさ、そういう工夫が面白いからね。今いろんな便利なもん何でも売ってるから、スーパースポーツにつけられる左右に振り分けられるサイドバッグとかさ、なんならパニアつける手もあるだろうし、なんか CBR250RR 欲しい人で例えばそこで長距離ツーリングしたいでもいいし、釣りに行きたいでも素敵だし、キャンプするっていうのも面白いだろうし、何でもできるだろうね。で好きならそのバイクの辛いとこって我慢できるじゃん。なんか燃費が悪いとか、まあ、経済的な事情はちょっと変わるかもしれないけど、なんかシートが硬いんだよな、スーパースポーツだからシートがペラペラに薄っぺらくて長距離しんどいんだよなっていうのも別にね全然我慢できることだと思うんだよね好きだったら。 CBR250RR あと何時間後、あと 2,3 時間後には乗るんですけど楽しみだね。とりあえずもう速いのはサーキットのタイム見て分かってるから、どんぐらい速いかっていうテストをねする気は全然なくて、もうそこはある意味僕のもう興味から出ててさ、もうどうせ速いってのは分かってるから、だから250レースで CBR250RR たちとね R25 で戦おうと思うとまあ頭痛いし、相手動画ね単純にバイクが速いからさ、ってことはこっちはコーナーで頑張んなきゃいけなくて向こうはストレートで貯金が残ってるってことになるからね。これがねツーリングになった時に、じゃあ高速道路延々走る時にバイク速ければ速い方が楽はできるけど、でもそこの速さってピークパワーなのかトルクの出方なのか中間が速いのかトップだけ高回転だけが速いのかでまた変わってくるから、速いイコールツーリングが単純にいいとも言い切れないところがまたバイク面白いんですけどね。はい、渋滞が終わって流れてきました。いや、いい天気で良かったですね。確かね、昨日もそのリゾナーレ八ヶ岳同じところで CBR250RR の発表会やってたと思うんですよね。で、先に言ってたね、仲間の Facebook とか見てると、どうやら昨日はちょっと雨で天気が良くなかったみたいで、今日は今ね、青空ですごく天気がいいですね。バイク日和ですね。で、今日はね、サーキット試乗会じゃなくて公道試乗会だから、トランポで来てるけどつなぎとか持ってきてなくて、街乗り用のウェアしか持ってきてないです。だから本当に一般的な大多数の人たちがする普通の常識的な使い方の中で今日はバイクをね試させてもらえるんじゃないかなと思います。なんか雑誌ね専門誌見てると、どんなバイクでも大体サーキット持っててサーキットテストするじゃん。あれってやっぱりスピードを出さないとわからないとこがあって、ある程度荷重とかねかけていかないとわからないことがあって、それで高速域でのテストがしたくてサーキットになるんだけど、
だけど、いざバイク買ってサーキット行く人ってさ、世の中本当に少ないから、そのテストだけじゃ本当の、ね、意味ではね、役に立つことって少ないんですよね。だからサーキットで試したことが行動にどうなるかっていう想像をしながら僕ら記事書くんですけど、だけどね、そういう超高速域、超高荷重領域とかのハンドリングが街乗りでどれだけ同じハンドリングするかっていうと、ちょっと違ったりしてきちゃうからね。だから僕は街乗りで試乗できるのが今日はね、すごい楽しみですね。で、250のバイクといえば、僕はですね、ずっとヤマハの WR250X っていうモタードがね、昔から欲しくて欲しくてずっと欲しくて、というのも当時はね、250のバイクの中では唯一の高級車だったんですよ。唯一のメーカーが ある程度その予算度外視とまでは言わないけど、贅沢して遠慮なく作ったバイクだったから、いい国産車だったんですよね。で、なかなか買えるタイミングがなくて、で、アッキーと結婚した時に、たまたまその時アッキーバイク持ってなくて、で、僕も街乗りのナンバー付きのバイク持ってなくてさ、で、2人で移動車として足としてバイクが欲しくて、じゃあ婚約指輪買っても、どうせ結婚指輪あるし、婚約指輪ってなんかもったいねえなって思って、できれば婚約指輪いらないよって言われたらラッキーだなと思ってて、で、それでね、バイクを代わりに送ったんですよ。だから婚約指輪代わりに買ったんですけど、いやー、 WR250X 超いいですね。すげえいい。あのエンジン乗っちゃうと、どんな250が出てきても、いや、 WR のエンジンより遅いしつまんないしって思っちゃうぐらい WR はね、いいんだよ。だけどもうね、生産終了で、メーカー在庫ももうほぼないらしくて、あとはディーラーさんの店舗在庫しかなくて、たまたま最近ね、 WR250R オフ車の方を買う友達がいるんだけど、もうブルーがないかもしれないって言われてたりとか、この先ね、そういういい250、高級車な250、スペック重視の250ってもう多分ね、出ないね。それが売れる土壌、売れる国っていうのが世界中見渡してもないからさ。で、 WR250 がなくなる理由の一つとしては、日本だけで売ってるバイクじゃなくて世界で売ってるんだけど、世界持ってくと WR450 っていう、もっとレーサーのエンジンを積んだでっかいエンデューロマシンがあって、で、ナンバー付きで買えるんだよ、買えるんですよ。で、そこで250と450選べたら、そりゃみんな450の方買っちゃうよねっていうことで、450ばっか売れてて、250が日本以外での売れ行きがね、そんなに多分見込めなくなっちゃったんだろうね。で、国内で月々百数十台 WR というのは売れてるんだけど、この百数十台ってどれぐらいの数字かっていうと、 R25 で400台前後売れてるんだよね。だからその半分以下、まだまだ売れてるとはいえ、この先売れ続ける車種って考えにくくて、そこでメーカーはね、まあ英断だよね、早めに手を打って早めに止めようっていうのは、なんか血を流し続けてもしょうがないから、次のステップに向かうために、まあ泣く泣くね、 WR を引っ込めたっていうことだと思うんだけど、だから僕は WR 買っといてよかったよ。今の想像では CBR250RR に乗っても、ああ、エンジンこんなもんかって思いたい。なんせ WR 持ってるから、そう思いたい。まあ、実際のとこね、やっぱ新しい機械のが絶対何でもいいからさ、もうカメラとパソコンと車とバイクっていうのはね、何でも新しい方が 100% 性能いいから、なんか古くて味わいがあるっていうのはあってもね、日常的に安心して使おうと思うと、古いものっていつかは壊れるから、新しいバイクも古くなれば壊れるのは一緒だけど、新しいうちはまだね、壊れにくいから、そこでそのメンテナンスコストとか修理コストを下げられれば、遊ぶ方にお金回せるし、だから僕は1台のバイクを長く乗り続けるよりかは、新車をバン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 入れ替えた方が、お金をね、そのロスすることが少ないと僕は信じてるんですよね。だからなるべく新車を短いスパンでガンガン買い替えてて、ここ3、4年は毎年1台、2台バイク買い替えてますね。で、1年ぐらい乗ったらもう売っちゃう、それを繰り返してますね。だから早く買って早く売れば高値で売れるってこともあって、そのサイクルを保てるんです、保ちやすいんですよね。だから、もう今パソコンじゃないバイクの買い方ってスマホと一緒って思うと遊びやすくて、みんな iPhone って毎年買う人いるでしょ。僕も iPhone 毎年買い替えるんだけど、というのもやっぱり性能が上がった方が日常的にしょっちゅう触るものだから、ちょっとでも処理速度が速いとか滑らかに動いた方が気持ちがいいんだよね。で、写真のカメラのレンズが良くなってね、写真写りが良くなるっていうのもいいしさ。だからいつも iPhone を大事に使って、発売と同時に予約して速攻で手に入れて、その時に前のやつがなぜ1年しか使ってないから結構状態良くて綺麗だから高値で売れるんだよね。
から前の iPhone を高値で売って、それで携帯って今みんな、月々割で買うでしょ。いきなり10万円ぐらいの iPhone を定価で新品で一括で買わずに毎月の携帯代に乗っけて買うじゃん、カップデーね。でそうすると1年だったらいい状態の iPhone って前の年 の残りの1年分とかのカップ金を全部で完済できちゃうの、一発で。だからそうするともう毎月 iPhone の固定費月々2000円から3000円払っておけば、この先未来永劫をずっと一生新品をね使い続けていける、新型を使い続けていけるっていうサイクルを生み出せるんですよ。これがね長く使ってきて、じゃあ iPhone の残債全部払い切ってだとしても、その時にはもう2年ぐらい経過してて一世代ぐらい片落ちになっちゃうでしょ。でそこでまた乗り換えようとするよりかはもっと早めに乗り換えた方が楽しいし、そこでなんかじゃあせっかく月々の携帯料金からマイナス3000円ぐらいされて安くなったと思って粘っていこうにも、もう周りみんな新型使ってると羨ましいじゃん。だからねバイクもねそんな感じで、なんか一生乗ると決めて買えるだけ惚れ込んだバイクと出会えた人は羨ましいんだけど、僕は新型のバイク勉強したいし新しい機械が好きだから、新しいもの好きでね、新しい電制御にも触れたいし電制御で楽したいからガンガン買い替えた方がいい。まあ iPhone と一緒だね。だからそういうサイクルで考えると、今 CBR250RR が登場してきっと250マーケットでは一番速いバイクで、だけどこれここがね流行ってると、もしかしたらまた1年ぐらい経つと分かんないけどね、 YZF-R25 のさスペック高いやつとか登場するかもしれないし、じゃあ川崎の忍者250がね一気になんかレベル上げたものが出てくるかもしれないし、だここで価格競争が起きて低価格を保つっていう考え方もあるし、スペックが上がっていっていつしやなんかね、いつぞやいつしか100万円ぐらいの250になるかもしれないし、そこで高くなっちゃって若い人が買いにくくなるっていうのは問題。とはいえバイクが良くなっていって、そこでバイク遊びにハマった人がどんどんステップアップ一緒にしていけると、それはそれでいいことだと思うんだよね。というわけでね、むちゃくちゃ長い前置きも20分話しちゃったんですけど、この福知家の車窓から番外編CBR250RR に乗る前にちょっと興奮してます動画、これの後に八ヶ岳の、リゾナーレ八ヶ岳で試乗する模様を動画でお見せしたいと思います。だから元ナビの発売日まで待たなくても、インプレをもうねしちゃおうと思います。はい、というわけでここまでにしておきたいと思います。それでは試乗会に向かって安全運転で行ってまいります。